はいどうもビールジェンド影谷です。ビールジェンド住田です。はい、ですね、前回ね染田君とちょっと話をした時に、まあ、トレーニングのねモチベーションが大会コンテスト出ることで非常に上がったって聞いたんですけど、まあ、合同トレーニングね実は1回だけしたことあるんですけど、それが言ってトレーニングしてるのって、まあ、たまに遠巻きに見かけたりはするんですけど、なんかどんな感じでやってるかってよく分かってないんですけど、はい、なんか染田君はトレーニングでなんていうのかな、意識してるポイント、はい、っていうのはなんかあるんですか？そうですね、まずは僕最初に、うん、重い重量、へー、フリーウェイトですかね、だから例えば胸とかでしたら、うん、まずベンチプレスから、うん、自分が扱える重量をしっかりと、うん、例えば100キロでしたら、うん、100キロで10回、うん、3セットとかしっかり追い込んで、うん、でまあその後にダンベルとかに移って、うん、こうネチネチといじめていくようなイメージでやってます、ね。あ、はい、その部位別で考える時でも、まあ、はい、最初重量を比較的高重量をやって、はい、それからまあダンベルとか軽い、なんだ道具でやるということ。そうですね、ある程度こう疲労させてから、そこからちょっとまた軽い重量でネチネチといじめていくようなイメージで。なるほど、はい、だからまあドロップセットっていうこと、要は、まあ、ベンチプレスでもだんだんちょっとドロップセットで落としていって、でその後にこうダンベルとかに移して、うん、そこでもまたドロップセットで、ああ、はい、ダンベルでもあんまり重いダンベル扱えないから。そうですね、で要はそのバーベルで扱って、今度はダンベルでちょっと小さな筋肉意識しながらさらに軽い重量にしていくっていう感じ。そうですね、はい、とするとさ、大体例えばベンチとかだったら 何回何セットぐらいやるんですか？とりあえず10回3セット、うん、自分がいける、うんうん、10回上げれる重量を3セットまずやって、3セット目も10レップやるってこと？そうですね、でそこからちょっと少しずつ落としていって、うん、だいたいベンチプレスは50回ぐらいは上げるようにしてます。ごめんごめん、ということは50回ってことは、まあ、合計で上げる回数は 5セットやるってこと？そうですね、5セットぐらいですね。なるほど、で、5セットでベンチは終了ってこと？で、そこからインクラインのベンチに。インクラインベンチ。はい。インクラインベンチは何セットぐらいやるの？それも、10回5セットぐらいをやってますね。はい、5セットやると。はい。で、インクラインベンチ、それもドロップでやっていくってこと？そうですね、それもやっていきますね。で、はい、ベンチプレス5セット、インクライン5セット。はい。そこからマシンに僕は移ります、ね。うん、ほうほう、マシン何するの？まあ、胸の日の場合だよね。そう、胸の日で考えると、例えばチェスト、プレス、チェストプレス、はい、これも10回を5セットぐらい。それさ、5セット、あ、そうか、だから10回ができる重量にドロップしていくってことか。そうですね、はい、なるほど。じゃあそのどっかで10回だけど11回はできないとか、12回いけるかもだけどっていうのであれば、次のセットも10回なんとか頑張ってやるってこと。そうですね、はい、なるほど。でまあチェストプレスも5セットぐらいやると。やって、うんうん、で、あとでフライですね、うん、マシンフライ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 ですね。マシンフライも5セットやるの？やります、はい。ほんで、でそこからのダンベルに。ダンベルの何やるの？ダンベルはもうあんまりやらないんですけど、インクラインのプレス、インクライン、ダンベルベンチプレス、プレスとフライをやる。ほうほうほう。でインクライン、ダンベル、フライ、はい、ほうほうほう、ぐらいで終わりですね。で終わり、はい。ということは6530だから300セットやってるってこと？そうです、そこまで数えたことはなかったんですけど。そうですね、はい、50セット、あ、50レップ5セットずつやってるってことだよね。そうですね、はい、すごいね。5630だから 30セットか、はい、30セット30レップか、はい、300レップか、それぐらいですね、はい。胸が好きなんですよ。まあまあでもそうだよね、まあ大体みんな胸は好きだよね、はい。で他の部位はもっと少ないってこと？胸とね、背中は結構今ぐらいボリュームを持たせて、6種目、5セット6種目ぐらいある。そうですね、うん、足はちょっと僕逃げてるかもしれないです。なるほど、はい、まああるあるだね、はい。まあ、僕も逃げますよ、はい。上野さんとかはもうだからすごいなって。やっぱりね、ボディービルダーはね、はい、やるよね。でやっぱりね、強い選手は足やるよ。すごいですよね、うん、強い選手は足やる、うん、すごいと思う。むちゃむちゃ足太いですしね、うん、上野の、上野くんの足トレとか見たことある？あ、見たことあります、もちろん。へ、この前の動画とかでも上がってたじゃないですか。ああ、やつだね。もうあんなん見るともう
真似できるんだっていうふうには思いますね、うん、まあでもあれぐらいならなあかんのかなっていう、うん、でもね、もうね、何度かそのやってるとこ見たことあるけど、やっぱりね胸、僕見た時記憶にあるのは胸トレなんだけど、もうねケーブルクロスやってたんだけど、もうフーフー言いながらもうなんか目を向いてもうハッ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 ゴリラじゃないですか。いやゴリラだよ、どう見ても。でもうなんかこれ大丈夫かみたいな。上野さん、そうです、すごいところは、あの多分僕とかやったら10回で終わってるところを、うん、そっからうわーとかうわーとかってバカにしてない、ゴリラじゃないバカにしてない、バカにしてないからねやるよねあいつ、本当にそのあの追い込むよね、追い込んでるよね、まあ、どこにカメラ回ってるっていうのはもちろんあると思うんだけど、はい、海外研修とか行くじゃんで、はい、ああいう時とかでもトレーニング見てたらやっぱあのあいいトレーニングしてるなって思うもんね。そうですね、あの腕トレとかで小さい部位見てても、あの前も何だったかな、プリーチャーカールのマシンがあったんですよね、はい、あのグアムだったかな、はい、その時にで、プリチャーカールのマシン使ってて、その時とかの追い込み方見てたら、あ、なるほどと。はい。もうその時は、ふぅって言いながらやってたから、ああ、ゴリラですね。二頭でもそこまでやる、まあやるかとか思いながら。はい、やっぱでかい人はそれぐらいやってるよね。やってはるんですよね。うん、上野はもうでかいっちゃでかいけど、まあそのね、関西とか日本とか見れば、やっぱりもっとレベルの高い選手がいっぱいいるわけだから、はい、そう思うとやっぱり、すごいよね。すごいですね、ボディフィルダーの方とかね、でかい人は。うん、まあ、フィジークの選手でもすごいよね。あの、でかい選手いっぱいいる。ボディの選手よりでかい選手いるしね。そうですね、はい。なるほどね。そうか、そうか。まあまあ、なんかまあ、止めのなくというか、まあ、なんとなくトレーニングの話したんですけど、まあ、そういう、あの、染田君もね、やっぱりなかなか、あ、5セット6種目っていうのは結構やってると思うので、あの、で、上野君もそれに加えてダブルスプリットやったりするしね。そうなんです、うん、最近ダブルスプリットやってないかもしれないけど、朝と夜で、そう、朝夜とかでやったりするからね、はい、やっぱすごいな、すごいですね、ちょっとね、もうね、僕なんかおっさんになってくるとね、回復が追いつかない。ああ、そうですか。もうそこまでやっちゃうとね、風邪ひく免疫下がって、はい、だからね、そこですよね、わかりますよね、もう40代以上の視聴者の皆さんはね、回復が追いついてこないっていうね、だからね、でも最近もう免疫すっかり落ちちゃってね、ダメですよ。まあ頑張りますけどね。そういう時こそサプリメントですかね。そうですね、はい。ブルタミンだね。ブルタミンと。ビレジェンドブルタミン。VM がやっぱりおすすめです、ね。ビレジェンドブルタミンとビレジェンドビタミン&ミネラル、ね。はい。わかった。もうビタミンミネラルは毎日飲んでるから、あ、今日ビレジェンドブルタミン買って帰るんだ、じゃあ。お願いします。はい。OK 。ということで皆さん、おっさんになったらビレジェンドブルタミンとビタミン&ミネラル飲んでくださいっていう動画でした。違うか。違います。違う。はい。まあ、動画の方ね、よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。なんか染田君に聞きたいことあったらコメントください。